はい、のんち TV 始まりました。全国のドラマファンの皆さん、こんばんは。 D のんちザワイズです。今回は東京製麺所の第4話について3分ほどで話したいと思います。はい、東京製麺所、毎回こうね、ちょっとムカついたりちょっとイライラするドラマなんですけども、最後の最後でこうちょっと心温まるみたいなね、そんなドラマなんですけれども、今回はね、何にムカついたかっていうと、そのうどん屋さんで、なんだっけ、あれじゃない、丸亀製麺所みたいなところなんですけども、焼きうどんがないのに、焼きうどんを作ってくださいみたいなお客さんが来るわけですよ。まずね、その時点でちょっとイラッとするじゃないですか。そんな人いんのみたいなのもあるし、何こいつみたいな。で、あれ、うどんありますよねとか、そのお客さんが言うんですけど、いや、うどんありますけど焼きうどんはないんですよ。え、うどんあるんでしょ、焼いてとか言うんですよ。気持ち悪い、もう、ああ、やだと思い、ただね、ここの店長さんはちょっと変わってて、このホテルから来た人で、なんて言うんですか、その、いや、じゃあちょっと焼くだけですよみたいなのでやってあげるんです。もうイライラするんですよ。そしてまたそのシーンもちょっとだけかなと思ったら、またその後でまたその焼きうどんをこう、その食べるお客さんがこう一本ずつ食べたりしてこう噛み締めてるみたいなシーンがあるんですけど、それもまたイライラするみたいな。で、最初こうイライラするんですけど、最後はこう心温まるストーリーになっているみたいなね、このイライラさとこう感動をね、うまくね使ってるんですよ。もう毎回ねイライラするんですよ、このエグザイル系の主人公の吉野、北斗さんもね、本当にね、なかなかイライラさせる人なんですよ、本当に。もう本当にイライラするんですけどね。ではね、その人のちょっと変わったところからの温かみがこう最後はこうホッとさせるっていうね。今回もニッチェのね、江上さんがね、こうお母さん役なんですけれども、一生懸命こうやるっていう、まあ本当にいい回でした。はい、この東京製麺所ね、この夜中ですからね、なかなか見てる人は少ないかもしれないんですが、まだ見てない方はね、ぜひ見ていただきたいと思います。何でもこう、そのお店がね、もうなくなっちゃうというのを本社から言われるっていう感じに、言われてるっていう感じでこう予告とかがねなってましたんで、このお店は終わると、終わりに向かって進んでいるみたいな感じなんで、ぜひチェックしてみてください。はい、私 D のんちザワイズは、10月29日に、アコースティックなライブがありますので、ぜひ皆さん、10月29日開けて待っててください。よろしくお願いします。はあ、さてあれですね、なんかアップルが10月のなんか12日ぐらいにまたなんか発表するんじゃないかと言われておりますが、はい、これはちょっとね、新しいの出ちゃうのかみたいなね。ただちょっと今自分のね、このノートパソコンが怪しいんで、ちょっとそこまで待ってるとデータなくなっちゃうんじゃないかみたいな感じで、ああ困ったなみたいな感じの私でございます。はい、それでは、早め早めのね行動でね対処していきたいと思います。はい、それではまた、この番組はそうだ、ドラマ、映画、音楽などについて話してますので、ぜひチャンネル登録お願いします。ビュン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 って感じでね、よろしくお願いします。それではまた。